フラメンコのライブの集客って不公平？こんにちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。今回はメルマガ読者から質問をいただきました。アリさん、神奈川県バイレの方からの質問です。タブラなどでのフラメンコのショーは踊り手が集客させていることが大半だと思うのですが、それはバイレが主役という概念、バックは依頼されているという認識だからでしょうか。ミュージシャンの方々のお考えを聞きたいです。私の意見として、もしかしたらそういうライブもすでに存在するのかもですが、みんなが主役で集客もみんなでするというフェアで新しい形のライブを発信していければ、バイレとバックという境界線を取り払い、もっとフラメンコを共有し、一般の方々にも踊りだけではなくてフラメンコ音楽の素晴らしさも広がる気がしています。池上さんの発信力に期待しています。あ、私池川でございます。よくある間違いでありがとうございます。はい、というわけでね、はい、ライブの集客に関してですね、はい、これはですね、ちょっと今日は深いところまで話ができたらいいなと思っています。このライブの集客の、まあ、不公平さを感じる踊り手さんもね、結構いるという話 もう僕も耳にしたりします。確かにフラメンコの舞台は踊り手がいて、歌い手がいて、ギタリストがいて、基本的には踊り手に集客の、まあ、負担がかかって、ギタリストや歌い手は、まあ、お呼ばれの立場として行って、あまりこう集客せずに、とりあえず、まあ、当日行って、ね、リハーサルやって本番やって、はいさようならと。でその間踊り手はやはりこう集客に奔走して、踊る以外にも、こうお客さんのこうやり取りだったりとかっていうのにこうストレスや不安を感じて臨む、まあ、それがちょっと不公平なんじゃないのかなっていう声を、まあ、僕も正直よく聞いたりとかします。はい、僕自身は、ライブを企画する立場が結構多いので、その集客っていうものに関してはもう自分が率先してやる立場にあります。仮にタブラオで呼ばれたとしても、一お客さんとしての立場ではなく、なるべく集客に協力しています。まあ、自分の場合はね、昔から YouTube だったりとかメールマガジンだったりとか SNS に力を入れてきたので、発信すること自体には抵抗はないんですが、まあほぼほぼギタリストや歌い手さんは発信というとね、急にちょっとよくわからないだったり苦手意識があったりするので、まあそこはやんなくて済むんであればやんないよねっていう気持ちはあるんだけど、やれないっていう能力的な問題はあるのかなというふうにも思います。まあ、昔からよく言われているのは、そのそれぞれの立場の、まあ、稼ぎどころというか、お金のいただきどころというのがね、よく議論にあったりします。っていうのは、踊り手は普段は、ね、先生であれば生徒さんから、ね、お月謝という形でいただいて、まあ、生活して、だからライブはどちらかというと持ち出しが多いっていうふうによく言われています。ライブは赤字だけど、でもレッスンの方で、まあ、収入生計を立てているので、そっちでプラスにしている、ね、実際ライブを見たお客さんもフラメンコを習ってみたいと思った時に、歌、踊り、ギターのどれかって言ったら、やっぱり踊りに一番興味惹かれるよねっていうのはあったりとかするので、ライブはどちらかというと踊り手自身の、まあ、宣伝活動のために、まあ、身銭を切って披露するというのが、まあ、正直なところ、そういう面もあるのかなと思っています。で、ギタリストや歌い手に関してはライブや発表会、そういう演奏の仕事で生計を立てる、レッスンで生計を立てるのは割合としてはまあ少なくて、どちらかというとそういうアーティスト活動の方で生計を立てるというのもあって、まあ、ギタリストや歌い手によりますけど、まあ、日々ライブやリハーサルが入っているとなると、もう自転車操業的にもう毎日が忙しくて、本当は1週間後にこう集客しなきゃいけない、まだ集客が間に合ってないライブがあったとしても、焦っているのはその踊り手さんであって、ギタリストや歌い手はもう日々のレッスンだったりとか日々の演奏活動、ライブ、発表会、リハーサルなどに追われて、当日だったりとか前日に明日ライブ、見に来てくださいね、
でも他の踊り手さんから見たら、いやもうもっと早く宣伝してくれたら間に合ったのにっていう気持ちも分かるのかないのかなとも思います。なのでそれぞれのこう収入のそのメインとなるのがどちらなのかっていうのが、まあ一例ですけどね、踊り手はレッスンをメインに収入を得ている、ギタリストや歌い手はライブ活動を中心に収入を得ているということから、集客に対する、まあ、捉え方がちょっと違うのかな。どっちかというと踊り手は積極的に集客に向かざるを得ないし、歌い手やギタリストの方はどちらかというと、まあ、受け身というか待ちというのがね多いというのが、まあ、なきにしもあらずなのかなというのも思います。じゃあちょっと見方を変えて、本場のスペインの場合はどうなのかなというふうにちょっと考えていきたいと思います。まあ、スペインの場合はよく、まあ、僕が話に聞くのは、まあ、メインとなる踊り手さんね、タブラをいわゆるこうクライアント側がメインとなる踊り手さんに予算いくらいくらでフラメンコのステージを組んでくれという言い方をします。はい、なのでリーダー役まとめ役となる踊り手がその予算、じゃあ例えば日本円でじゃあ10万円だと仮にして、じゃあ10万円という予算で、ライブ一つってなった時に、じゃあ例えばですよ、踊り手をじゃあ3人呼んで、2万円かける1人2万円だとして、2万円かける3万円で6万円、じゃああと歌い手1人と、ギタリスト1人でじゃあ計10万円でっていうような、感じで、でそれだから他の踊り手さんとか他のギタリストや歌い手は、それにお呼ばれでね、呼ばれるからギャラもらって、だから別にそこに集客っていう考えはないわけですよね。集客はあくまで、お店側がやるというスタンスで、なんでこれで成り立つかっていうと、スペインの場合はほっといても観光客だったりとか愛好家が、まあ、見に行くわけですよね。はい、だから集客ができてないのはお店側の問題であってアーティスト側の問題ではないというのが、まあ、それが本場スペインの基本的なスタンスかなというふうに思っています。ただ日本の場合は残念ながらフラメンコを見に行こうというその層自体が絶対数が少ないですよね。ってなるとお店側もやってけはいけないので、どうしてもアーティストに集客を頼らざるを得なくて、でそのアーティストの中でも、まあ、踊り手が先ほど言ったように教室を持ってその生徒さんにまず声かけしたりとか、その生徒さんのお友達誘ってねっていうのと、まあ、大部分はその踊り手に集客の負担がかかって、ギタリストや歌い手は数が少ないのでどうしてもお呼ばれの立場で行って、そこでまあちょっと集客に対する認識の税があるのかなというふうにも思います。さあ以上がまあフラメンコ界の現状だとして、で僕個人の意見で言えば、まあ、綺麗語というのであれば、じゃあみんな平等に集客すればいいよねなんだけど、多分ねここの問題って多分それにとどまらないような気もしていて、まあこうアリさんのおっしゃるみんなが主役で集客もみんなでする、それができれば解決するんじゃないかっていうのは、まあそうかもしれないけど、でも根本的には多分ねそれだけではね解決しないような気がしていて、このことってギタリストや歌い手だけではなくて踊り手、そしてそのお店側全体で考えていけいかなければいけない問題かなと思っていて、っていうのは先ほどスペインを例にしたんだけど、スペインの場合は、まあ、観光客だったりとか愛好家で、まあ、黙っていても、まあ、お客さんが担保されている状態でも日本ではそれがないよね。じゃあそこをどうやったらフラメンコを知らない人が日本でもフラメンコを楽しんでみたいか、日本人が表現するフラメンコを楽しんでみたいと思えるか、ここに対してみんなが知恵を出し合って実行していくっていう、そこの取り組みが必要なんじゃないのかなと思うんですよ。でよくね、じゃあ例えば有名な曲をフラメンコで踊ってみた、そんなのはフラメンコに対する冒涜だだったりとか、でもそういうなんかレベルの浅い話をしたいわけではなくて、フラメンコに対する学びや研鑽は積み続けていくっていうのは、それはもう当たり前の話、これはもう大前提の話で、じゃあそれを日本人である我々がそれが正しいと思って表現し続けてきた現状が今だと思うんですよね。自分たちのフラメンコが理解できないのであれば来なくていいっていうのは、それは傲慢だと思うんです。アーティストの傲慢。
私はこのスタイルでずっとフラメンコを踊ってきたし、これを表現するのが当たり前だ、そこに何の違和感もなく何の疑問を感じることがなく表現するっていうのがそもそもちょっと違うのかなっていうふうに考える必要があるのかなとも思うんです。これはごめんなさい、別にアリさんお一人に言うのではなく業界全体へのちょっと投げかけとして今回、ちょっと動画を、作っている次第でございます。で、いろんなアプローチがあると思います。先ほどね、ちらっと言ったように、有名な曲をフラメンコで表現してみるっていうのは一つの取り組みとしては面白いと思います。はい、それで面白いと思ってそれでお金を払ってくれるというきっかけになるのであればそれは挑戦するべきだと思うし、でここでね、僕一つこういうアプローチはどうかっていうのをね、一つちょっとこの動画で提案してみたいのが、一曲の長さを短くしてみませんかということです。フラメンコって他のジャンルの音楽に比べて一曲が長いのがもう当たり前ですよね。それこそ10分とか15分とか、長ければ20分だったりとか、それで一曲っていう風にあるのが、まあなんと他のジャンルからしてみたらもう信じられないようなものがもう常識としてあると。で、人の集中力ってまあなかなか持たないわけですよ。まあ持って3分とか持って5分だったりとか、まあ1曲ぐらいであれば長い曲があってもいいと思うんだけど、その10分15分の曲が1人2人3人って続いた時にその違いもよくわからないし、なんだかよくわからないっていうので、なんかフラメンコってなんかちょっとなんかちょっと私には難しかったかな、1回でいいかなって思われる原因の一つに僕はなるんじゃないのかなと思うんです。で、もちろんその1曲を長く見せられる踊り手だったらいいんですよ。その時間を忘れさせてくれる、気がついたらもう20分経ってたっていうのはもうそれは最高ですよね。ただフラメンコの愛好家だったりとか、ね、練習生の人が、まあ、今は簡単にタブラウに上がれる、ね、こう時代になりましたね。プロでも集客できない、でも練習生愛好家の方が集客できるんであればお店としてはね、どん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 ステージに上げたい、これ自体別にお店の立場から言えば全然間違ってはないと思うし、経営として成り立たせるためにはもう当然のことだと思います。でもただその先生から習ったのをそのまんま披露する、それがもう10分とか15分とかっていう尺の長いものを、それが正しいものだと思ってで披露したとしても、それは先生が踊るなら成立するかもしれないんだけど、生徒さんや愛好家が踊るにはちょっと物足りないよねっていう危険性もはらんでいるかなと。じゃあ仮に自分がなんか全然違う表現、じゃあ歌でもなんか踊りでも何でもいいんですけど、一生懸命練習したとしても、やっぱりなるべく短く披露できたらそれに越したことないんですよね。あの5分よりは4分の方がいいし、4分よりは3分の中でなんとかなんか飽きさせずに楽しんでもらうっていう風に、僕は逆算してその集中力だったりとか自分がごまかしが効く範囲で逆算してなんだけど、フラメンコはこういうものだっていう、例えば10分っていうもの、作品をバンとインストールして、それ以外はもう短くもできないし、もう中身も変えられないっていうと、やはり見てるお客さんとのギャップが生まれてしまうのかなとも思うんですよね。なので僕の提案としては、思い切って長さを短くする、でその分短くしたところで、例えばじゃあ歌い手踊り手に何か知ってる曲をそこでちょっと披露してもらう、ね、10分あった曲が踊り手5分、そして有名な曲5分っていう風に住み分けることができたら、お客さんとしても満足度が高いと思うんですよね。ただ踊り手が10分の枠ね、1人2人3人ってあったらもう間がないわけですよ。もう伝統的なフラメンコ3曲やって1部終了、2部も3曲やって最後にフィンデフィエスタみんなで踊って終わりっていうと、なんか全然知らない曲のまんまもうフラメンコ終わりましたではなく、例えばね、じゃあアレグリアス5分、もうすごい短いですよ、でも頑張って5分にグッと縮める、ね、次じゃあギタリストがメインの曲ね、ちょっと見栄えが変わりますよね。で次5分で、じゃあ例えばソレアで5分、厳しいけどギュッと縮める、歌は1つ、ファルセタ、エスコビージャ、ブレリア、終わりで、そして、何かこう知ってる、じゃあボラーレだったりとかコーヒールンバーだったりとか、何でもいいんですよ別に、うん、何かそういうバックミュージシャンが、なんかみんなが知ってる曲だったりとか、ちょっと変わり映えがある曲を入れてみる。なので
こう中身自体をこうよりバリエーション豊かに見せるというアプローチもフラメンコを初めて見る方々のこう敷居を下げる、いい意味でね、こう敷居を下げて楽しんでもらえるきっかけになるんじゃないのかなというふうにも思います、という感じで考えてみましたが、いかがでしょうか。今回ねご質問いただいたアリさんは、まあ、ギタリストや歌い手の意識が変われば、フラメンコは盛り上がるんじゃないのかというところからちょっとね一歩先に進んで、いやいや、踊り手そのもの、そして業界全体で考えるぐらいまでねちょっと深掘りした、動画を今回撮ってみましたが、ちょっとね、いろんな人の意見聞きたいです。どうしたら業界が盛り上がるのか。僕はアーティストだけではなく、それを支えてくれるタブラオ、ライブハウス、そして見てくれるお客さん、その3者がウィンウィンになれる状態を作るためには、まずこの中身そのものをバージョンアップさせる必要があるんじゃないのかという今回の動画でございました。異論反論大歓迎でございます。ぜひね、自分はこういうふうに思ったよ、池川、そうじゃない、間違ってるなどありましたらね、ぜひコメント欄までお寄せいただければ嬉しいです。一緒にフラメンコ界を盛り上げていきましょう。それでは最後にお知らせです。僕はビバフラメンコ音楽教室という日本最大級のフラメンコ専門音楽教室を主催しております。対面のレッスンは主に東京都内で、そして今はオンラインで全国の練習生の皆さんにレッスンを提供しております。オンライン難しそうと思われるかもしれませんが、今はそんなことありません。お手元のスマホやタブレット、パソコンでとても簡単にレッスンをすることができますので、使い方がわからないよという方も一からレクチャーいたしますのでご安心ください。フラメンコギター興味あるな、やってみたいな、もしくは長年弾いてるんだけどなかなか伸び悩んでいる、行き詰まりを感じているという方がいましたら、ぜひぜひ無料の体験レッスンをお申し込みください。一緒にフラメンコギターを楽しんでいきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。あれー。